今年で創立10年目の国際大サーカス。さまざまな曲芸からユーモラスな道化師などとても楽しいショーが売り物の人気サーカス団です。私たち空中ブランコ、教えていただきたいと思ってぜひぜひやってきたんですが、そんなもの、そんな空中ブランコなんて簡単にできるもんじゃないじゃないですか。乗りこなすにはどれぐらいかかるんですか。そうですね、やっぱり1年間ぐらいはみっちりと稽古しないとね。1年間、はい、団長そこをなんとか、なんとか、まあなんとか、それじゃあ命綱でもつけましてね、ちょっとじゃあやってみましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。上から見てどうですか。どうですかじゃないですよ。気持ちいいでしょう、高いとこは。全然ダメ。もうどうしてそんなにしがみついてんの。え、しがみつかないで手離していいですよ。ダメ、もうここ柵も何もないんですよ。何に乗ってると思ってるんですか。もうあの調子ではブランコを握ることできないかもしれませんね。おっと、右手掴んだ、右手掴んだ、どうですか。頑張れ、そこで右手 OK、 左手も離して、いけませんか。ダメ。10メートルの高さに生田絵理子ちゃん思わず涙。交代しましょうか。全然想像してたのと違うな。もう上野、どうやって落ちればいいんですか。はい、美穂ちゃん。続いては浅井美穂ちゃん。大丈夫、そして離しました。左手が今ブランコを使いました。空中ブランコ回った一歩 OK。 せー、頑張るんだ。3人目の杉本優子ちゃんも失敗。結局3人とも怖がってしまいました。何でもやると高らかに宣言いたしました3人組 J キッス。しかし空中ブランコその第一歩、まずは失敗と言っていいでしょう。一体この先の展開をどうしたらいいんでしょうか。 Überlassen Sie das bitte mir。 ジョン・アルフレードマインドレボリューションの分野でギネスブックに載る世界記録を持ち、ドイツの有名なマインドリーダーとしてその名は世界を駆け巡っているのです。ドン・アルフレードのマインドレボリューションが始まりました。果たして J キッスの3人に空中ブランコができるようになるんでしょうか。Trapezstange in die Hand zu nehmen. Du wirst ganz locker und gelöst dich mit der Trapezstange nach außen schwingen. さあ、今マインドレボリューションで力を得ました生田が何も言わずに梯子を登り切りました。表情は非常に落ち着いています。果たしてこの状態で空中ブランコは成功しますでしょうか。さっきとは見違えるほど落ち着いて見えるヨリコちゃん。ブランコが寄せられます。先生の指示を静かに聞いて、そして今うなずきました。ブランコに手がかかります。左手クロスしました。簡単に取りました。手絶対離すなよ、はい、跳ねて下足元見てみな。跳ねて台にぶつかんないようにちょっと足前でした。はい、か、はい、行くぞ。はい、行くぞ。せーの、はい、行った。帰った。そして戻った。生田空中ブランコ成功。なんとマインドレボリューションの力で見事に空中ブランコジョーク成功いたしました。頑張れ。浅井が出ます。出た、回って戻った、成功だ。すごい、飛べる飛べる。そうだ、放たれました。そして今戻る、戻りました。空中ブランコ杉本成功。やった、余裕のダウン。踊っております、踊っております。空中ブランコの中でも一番高度な技とされているキャッチ、そのためにかなり入念なマインドレボリューションを行っています。果たしてどうなるんでしょうか。全ての言葉はあなたがしたいと思っていることで、それは全て実現するはずです。 Ohne Schwierigkeiten wird es dir gelingenIn die Hände des Fängers zu fliegen. まるで慣れた道のりかのように梯子をスルスルと登ります。少しの道は自らの手でブランコを手繰り寄せます。しゃがんで、い
きた先生の準備であります。キャッチに向かう、飛んだ、キャッチに向かう、飛んだ、ではスローでもう一度。一度はキャッチしているんですが、ロープが引っかかり手が離れてしまいました。本当に惜しかったですね。ベリッ、あーすごい、違う違う、ここで血が出てる、大丈夫です、あとわずか、この道はそこまで見えていた。ジェキス花形空中ブランコキャッチまであとわずか、しかし見事に基本を合わせた、成功いたしました。